まる魂を跡形もなく粉砕してやる。粉砕。はい、皆さんおはこんばんちは、ゆっくりヨウムです。マリサだぜ、で私かよ。今回はいろいろ事情がありまして私も参戦していきますよ。おー、やっぱあんたとはどこまでもぶちのめす運命にあるようね。経験を糧にしていけ、糧に。この多様な武器は私の。相変わらず意味わからん立ち回りするなこいつ。導いてみせる。さっきもウェディ3回ぐらい食らってたしな。しかもあれ頭ガード漏れるようになってるのがまた頭から突っ込むからな。そんな攻撃は一方的に潰していきますよ。ジャッジだ。普通に食らってんじゃねえ。しまった。せーの。まあ当たりませんよね。導いてみせる。まあ割とプレッシャーあるし、打てるなら打ったらいいと思うが。やっぱり最大は着地ですね。着地ならワンタン。またプレーだ。これ普通にバカならんからな。毎回 15% 食らって普通にきついんですけど、これつらい。剣キャラに崖詰められるときつそうだな。なんとかポジションを確保しないといけません。残念。まあ残りなら反撃が当たらない。当たらない。月結構あるから上取られたら普通に反撃されると。やっちまったぜ。危ねえ。お前なまだ言うて体重あるから耐えると思うが。そんな重くないです。は？マリオとほぼ同じぐらいです。え、よそ。へえ、結構軽いんだな。もっとあるだろ。もるのもいい加減にしろ。やったぜ。やっぱ強いのかそれ。これは超強い。お手玉はなかなか強いので読み合い。さっきからなチソーレー。お相手も早速強化された上スマ分回してるな。おい、これが望んだ世界か。おい、感じ。残念。なにこれ。両者頭が悪いとこんな試合になってしまうのです。いや、いつもよりマシだから大丈夫だ。おん、それはどういうことだってばよ。まず突っかかってくるのやめろ。チンパンジー。おい、こらこれ。まあそこそこいい感じだな。下投げも食えにも結構応用難しいんですよねこれ。そして弓矢が美味しい。これ当たるだけでもだいぶ違うよな。そう、またプレだ。あの、これだけで 20% 近く稼がれるとメンタルくるんですけど。横スマ外れ。せーの。とっさの切り。あいつめっちゃガチですやつ。ふざけんなよ。あ、ダメだって。やってしまった。その空下ガモンの2倍ぐらいジャッジ好きあるからな。は？思った以上にやって驚いてんですが。いやー。危ない危ない。また限界超えはじめますよ、あいつ。あっつねーな、お前おい。上スマめちゃくちゃ早くて笑う。やったぜ。けど確かにチャッチに合わせられると怖いなこれ。この光プレッシャーかけてから本番みたいなとこありますからね。あれものにできたのはでかいです。クラウド苦手な部類だしな。そして開幕くしりそうで。遅いから戦いやすい方だろ。その通りです。逆にスピードインファイターが超つらい。そんなコンセプトだから仕方ない。射出。いい吹っ飛び。これ吹っ飛びえげつないんで早期バーストで持っていきたいんですけどね。けどいい感じです。クエヌからつながるつながる。シュークみたいに盾から振ってくれませんかね。惜しい。いいんですけどもう一押しが惜しい。危ねえな。リーチに勝とうとして向こうも空母振ってるのが面白い。あらーす。まあ取り回しはさすがに私の方が優れてるのでそこの差を。で、危ねえな、お前おい。あれで阻止されてもまだジャンプ残ってるので大丈夫です。いいとかな。それじゃねえ。しまった。けど空母で何とかしたので結果オーライです。これも強いよな。けどめちゃくちゃ当てにくいので要練習です。これはぶっちゃけ空前空後が当てれるかだよな。ゲレスって安定するとだいぶ違いますね。それじゃねえ。これヒット確認難しいんですよ。確かにいろんな飛び方あるもんな。あぶねえ。狙えるようになりたいです。おお、吹っ飛ぶ吹っ飛ぶ。これも使いどころさんですね。普通にスマッシュ余裕で間に合うからな。ルイージなんかにガードされた時はもう課金いっちゃいますよ確実に。今下スマ食ってたな。なんか強引に割り込める気がしなくもなかったので。確かに前に連れてはいたけどな。最強。上方向はシンプルに強いな。おい、全部蛇腹で切ってくれ。せーの。最強。さすがガノン並みのメテオ。うん、そんなワンチャンマンなん試合かよってたら出るわよ。なんで張り合ってんだよ。一撃必殺のオノメテオ。やっぱガノン並みだなあれ。で、次はガオガエンか。導いてみせる。基本でレス待ってく上にやら当てるスタイルなんですが、まあまったりガードしたら投げられて終わるよな。そうです。だから普段より空前空後の槍を扱えるかが鍵になると思うんですけど。どんだけリベンジ入りしてんだよ。どんだけリベンジ狙ってくんだよこのゴリラ。けどいい感じに弓矢当ててるな。ダウンの読み合いでちょいちょい挟むととても美味しいです。あ、70% ぐらい食らってて笑う。相変わらずふざけた試合しますねこのゴリラ猫は。そろそろ怪しいぞ。距離さえ開ければなんとかなるのでどうにか。
どっかで見たなこの光景。それと一緒にすんじゃないわよ。だからなんでお前は噛みついてくんだよ。危ねえ。あいつのスマッシュ後式に騙されてはいけないということですね。そして横スマで突き飛ばしてやったぜ。ブヘヘヘヘ。ガードしても反撃できない技結構あるからな。危ねえ。スレスレだったぞかなり。まあまあまあ、ちゃんとジャンプは残してるんで。第二も、なんでリベンジこんなうまいんだよ。せーの。セーフセーフ。いや何読みのアイムールなんだよ。いい加減にしろゴリラが。横スマ持続案外短いんだな。はバカ似てるぜ。なんであそこで反転してんだよ。事故が噛み合ってて笑う。で次はリヒターか。導いてみせる。向こうに飛び道具があると大体耳焼けされちゃうんですよね。結構反省弱いよな。結構どころじゃないのがかなり辛いです。よしオッケー。序盤の今後はまずまず決めれたな。これはよく使いますねほんと。ごめん。せーの。いいダメージ。起き上がりに弓合わせると美味しいですねこれ。そして駆け上がりにかぶせていきますよ。横スマは外れ。さすがめちゃくちゃ飛ぶなこれ。直接バーストも狙えるやつですよ。まあ着地しやばいですけどね。このムーブ最強。浮かしたら安定して強いよなやっぱり。大体先手いくせ強くて扱いづらいんですが、上高校はシンプルに強くて助かります。乗れるな。まあガード削れてたら仕方ねえだろ。今のひたすまは受けてやりましょう。だからそれじゃガード乗れるって。下手に受けて割れるより良かったかもしれない。ナイス上ずらし。下に行くと死にますからねあれ。まあ PK ファイヤーとかも一緒だな。あれは上というより外にですが。もうワンテンポ早くだな今のは。まだ全然耐えれるのでバースト技にだけ注意しましょう。一番怖いのは空母か。ヒーヒー。危ない危ない。これほんとチップときっちり合わせるリヒターは怖いです。これ安定。これは使いやすそうだなほんと。まあ狙いはわかる。また空下連打してくれるかなと思っ。あ、だけした当たるのかよあれ。ちゃんと調整したら当たるぜ。回避暴発した瞬間死が確定なのでやめてください。読み合い。危ねえ。ほんとリーチはやべえなそれ。やったぜ。お、リンクさんの経験が糧になりましたねこれは。いろんなキャラとの振り技ちょいちょいあるからな。そういえばシモリヒっぽいのもちらほら。そして次はマルスだぜ。時代を超えた決着見せてやりますよ。がっつり切り合ったらズタズタにされる未来が見えるが、それでもお手玉は全然いけるんですよね。めちゃくちゃ美味しい。惜しい根元だ。今のでワンチャン撃墜という美しい流れは確かに読み合いは呈してたけども、ベレス先生決めるところで決めないと一気に崩される時ありますから。癖あるからわからなくなる時あるよな。そうなってしまうとぶっちゃけ終わりです。さあこの詰められてる状況、群馬当たれ。残念。まあまあまあ一発ぐらい。2セット目も敗北。嘘だ。まずい。攻められるとこうなるよな。攻撃の当てやすさは断然無効なのでつらたん。それは他の大体のキャラ相手してる時も同じだから。適当にプレッシャーかけて。惜しい。この空母押し付けが決まればすごい楽なんですけど。やっぱ危ないからバーストするからなそれ。回避読みした方がいいか。しまった。そこクレームだっての。チャンスは十分見せたのでダッシュ攻撃いきましょう。ダッシュあまり使ってるイメージないかな。よほらセンター当てればこの通り。まあ端っこじゃなかったのでバーストはしませんけども、だいぶダメージは溜まったぜ。オッケー。いいセンターだぜ。空前でもセンターならさすがにバーストできますね。ここでダメージどれだけ溜められる。しょっぱな横スマやられてんじゃねえ。なんで急に上手くなるんですか。向こう 150% なのにこっち 70% はなかなかに辛いぞ。そして引き続き流れが怪しくなってきました。助けてください。自分でどうにかしろ。ループしたかった。今のは深みとか横強か。これ吹っ飛び変わるから今度地味に難しいんですけど。そこが見せどころだろ。これはお釣りが来ました。せーの。おー、これはでかい。チャンス。追い詰めたぜ。やったぜ。これは完全に詰ましたな。これぐらい毎回詰めれると楽しいんですが。でまた横スマ当たるなよ。確かに今ちょっと怪しかったですね。復帰阻止。空前でも十分に痛い。安定コンボ決めて。これ2段ジャンプですね。あ、危ない危ない。今のはガードしないのが正解だ。完全に割りに来てますからね私も。お前も割りに行こうとするな。粉砕能力はこっちの方があるのを見せたい。その前に死ぬからなんとかしろ。だから危ねえって。この際シモリヒみたいな横強やりで欲しいんですけど。おう、そうかよ。だったらもっと反撃が楽になるんです。危ねえ。これは武器だから問題ありません。浮かしたぜ。ちょ、同じモーションで相殺するな。目視能力発動。粉砕粉砕。
なんで当たったんだ今の。チームどもれか。いや漏れてる場所なかったっぽいんですけど。それじゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。で全体的な使用感はどうだ。槍とか斧とか爆発力はあるんですが、ゴリ押しすると絶対に負けます。プレッシャーありきの心理戦でどうにかって感じですね。難しいキャラです。どの技も相応にリスクあるからな。まあそれが当然なんだけど、リンクさんのクエヌの優秀さを思い知りました。